はい、どうも皆さん、バクレーです。セキロやっていきましょう。で、今回から新しい企画をやらせてもらおうかと思うんですけど、お守りを返上した状態で3周目をクリアするっていうのをやっていこうかと思います。で、そのお守りを返上したらどうなるかっていう話なんですけど、このガードあるじゃないですか。普通だったらね、このガードの上から攻撃されたところで体感ゲージが溜まるだけだったんですけど、まあガードの上からでもダメージが通る攻撃だとかはあったんですが、普通の雑魚敵とかでダメージ食らわない攻撃とかもうガードの上からダメージが通るようになります。だから大体の攻撃をさばいていかなあかんっていう状態になりますね、お守りを返上すると、で、そのお守りなんですが、ちょっとフラグの立て方が完璧に俺自身分かってないんで申し訳ないんですが、おそらく2周目以降だったらいけると思います。このセキロ自身がなんか下に叩き落とされとる状態で、一番最初始まって、で、クロウに会いに行くじゃないですか。で、初めてくさび丸を手に入れた時、くさび丸やな、この刀の名前もう手に入れた時に、クロウに話しかけるとお守りを返上するっていう風にコマンドが出てきます。で、そのお守りを返上すると今の状態になるんですよ。ほんまやったら持っとるけど持ってない状態になるんで、ガードの上からでも、ちゃんとさばかないとダメージが通る状態になります。で、この鬼畜な状態で3周目クリアしていこうかなっていう感じですね。はい。で、今回は、戦う敵、ここの中にいる居合の達人のおっさんおるじゃないですか。かんすけじいちゃんやったっけ名前居合じいちゃんを、とりあえず、まあ、今回から企画始めるよということで、最初はこの人にしました。で、次は源一郎を、動画にしようかと思っております。で、今回こいつ動画にしたのも、まあ、とりあえず今からこの企画しますぜみたいな紹介と、で、あと一応ね、このここの敵意外にもしかしたら手こずっとる人おるかもしれんなと思ったんですが、個人的な攻略の方法を、一応紹介しようかと思います。攻略方法っつってももうほんま脳筋のやるようなことなんですけど、必要なもの反射神経だけです、ほんまに。で、どんな、コツがあって、この居合じいちゃん、居合をしてくる瞬間に、手元、鞘に刀を収めてる状態、で、居合切りする瞬間って、全キャラ同じだと思うんですけど、一瞬光るんですよ、鞘から刀が一瞬出るんで。で、その光った瞬間に、2連撃してくるんで、光った、キンキンみたいな感じでやってもらったら、まあ、結構意外にいけるんじゃないかと思います。で、攻撃なんか全然せんでも、光ったキンキン、光ったキンキンってやっとったら、とりあえず体感ゲージズバズバ溜まっていくんで、相手の。だから、それやってみてください、勝てない人は。他にもいろいろ攻略方法あると思うんですけど、今回は、さばきを主にやっていくっていうモードなので、ちょうどいいんじゃないかと思って紹介させてもらいました。で、次回は源一郎をやっていこうかと思います。まあ、とりあえず、かんすけじいちゃん見てやってください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。かなり短かったと思うんですけど、本当にコツは手元の居合の構えになった時に鞘から刀が一瞬チラッて見えて光るんですよね。で、その時に2回ジョーンジョーンってこれぐらいの速さかな、ガンガーンって押してあげるとさばけるので、まあ、それで体感ゲージがズバズバ溜まっていくんじゃないかと思います。個人的な楽しいやり方というか、まあアトラクション的な感じでやってみてください。で、冒頭でも言ってたんですけど、次回は源一郎やっていって、で、最終的には、修羅に行くか普通にラスボスまで行くか悩んでるんですけど、皆さんが見たいやつのご意見とかも聞かせてください。修羅ルートがいいのか、それ、もしくはラスボス普通に行くのか、どちらか、どっちの方が見たいのかなと思うのが気になるので、はい、
よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この鬼畜モード頑張ってクリアするので応援よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れ様です。